があろうとも必ず希望あふれる明日は訪れます。耐え忍んだ季節を乗り越えた後、はじけ飛ぶように咲き誇る春の喜びを表現します。それでは3チーム目です。ジュニアコンテスト応募伝です。どうぞ。はい、ありがとうございました。大牟田の皆さんでした。さあ、それでは審査でございます。